おい、てめえら、やかましいぞ。口縫い合わせてやろうか。あ、なんだと。部外者は引っ込んでろ。げ、江川が出てきた。ほらほら、バカ野郎、こっちまで来いや。こら、役立たずめ、あんたら三人、頭大丈夫か。不良頭の二人。ほんと、クラスに一人は、口が悪いやついるよね。聞いてんのか、ゴルア。げ。ふん、藤原さん。これはですね。げ、藤原も出てきたか。見つかったら、やばい、逃げるよ。え？ちょっと、待ってよ。何逃げてんのよ、バカゆい。おい、何騒いでるんだ。黙れよ。用事なければ声かけんな。カス、お前にだけは言われたくねえよ。浮気するようなやつが何言ってるんだ。あ、浮気なんてしてねえよ。嘘つくなよ。お前らのせいで家庭科潰れたぞ。あ、俺ら関係ないだろ。そうだそうだ、関係ないぞ。一番悪いのは体育で負けた相島だ。この役立たずめ。ほんと、相島くんは弱いね。わらわら。おい、元は七瀬が原因だろ。そうだぞ、七瀬が悪い。いや、相島が女子に負けるのが悪い。池谷くん、やめてよ。僕のイケメンが台無しに。やめろ。ギャー、痛い痛い。相島、俺の友人に何しやがる。おい、役立たず男子、こんな時ぐらいあいつら始末しろ。ユーナと緑は戻れ。藤原さん、ありがとうございます。こら、お前たち。ゲ、また来た。池谷、今度は何やってるんだ。怖いよ。は、別に何でもいいだろう。よくないだろ。いつまでこんなことしてるんだ。お前ら昼休みも取らないでこんなところで固まって。増田先生から聞いたけど、ぶっ飛ばすとか言ったそうだな。職員室帰ってきた途端、窓ガラスに向かって机投げ出すから驚いたぞ。とりあえず早く昼食食べろ。昼休みあと10分しかないぞ。まったく、どれだけ作り込んでるんだよ。編集する方の身にもなるよ。はあ、めんどくせえ。ふう、単純なやつらめ。嘘泣きってことにも気づけないのかよ。己、拙者をはめたな。は、池谷には関係ねえだろ。いやー、待て、白崎。ちょっと、待てよ池谷。さくな、この勝負俺の。俺の勝ちとでも言いたかったか。お主ら、達者でな。ゴルア、何しとんじゃ。あ、なんだよ、話しかけんな。カス、お前らこそ、あいつらクソ弱いじゃねえか。天下はこの俺がもらう。いいか、俺は必ず、お前ら、起こしてやる。二人まとめて倒してやるよ。かかってきな。まあ、勝つのはこの俺だけどな。てめえ、藤原様に向かってなんてことを、ただで済むと思うなよ。おら、おら、ゴルア、おら、ゴルア、おら。生意気じゃねえか、てめえ。さあ、そろそろ戻ろう。なんだあれ、粗大ゴミじゃないか。ああ、さっきの喧嘩か。どうしよう、邪魔だし目障りなんだけどな。頭がおかしな人ざますね。いや、あんたがな。それな、右に同じく賛成。マジそれなわら。いいちゃん、近づいたら危険だよ。それな、生産ガス並みに危険だよ。防毒マスクが必要ざますね。ち、こいついちいちうるせえな。あはははは、あはははは、お前ら、マジおもろすぎるだろ。あはははは、あはは。こいつら、始末してもらう方法考えよ。こんなところに、放置してたら縁起悪い。藤原に頼めば良いんじゃね。そうだね。でもさ、こっちはあいつらと仲悪いじゃん。どうやって頼むの？それはそうと、早く昼ご飯食べたい。
昼ご飯の前にあいつらなんとかしたい。なんかさっきと違うくね。別日収録だからね。ガツンと言ってやる。おい、こんなところに突っ立ってねえで、こいつら片付けろ。あんたのクラスのやつが仕掛けた喧嘩だろ。なんとか言えや、ゴルア。てめえ、よくも不法侵入してくれたな。ここは藤原組、藤原愛様の領地。無断で入るなど決して許されない。出ていくなら今のうちにだぞ。あんたなんか一瞬で滅ぼしてやるよ。ぐぬ、何も言えない。おい、私の可愛い手下に喧嘩売るとは、いい度胸じゃねえか。ああ、なんとか言えや、ゴルアー、この野郎。あ、いて。おのれ、何しやがる。いてえじゃねえか。な、それは桜役座事務所にある刀。なんで、そんなもの持ってるのよ。滅ぼせるものなら、やってみろよ、おら。そんな度胸ねえだろ。ごめん、ひかりちゃん、ちょっと邪魔。あ、ごめん。え、ちょっとゆいちゃん、取り直し聞かないから勘弁して。ちょっとゆいちゃん、殴る相手違うでしょ。さすがにやりすぎだろ。おら、おら、やめろ。やあ、おい藤原。ちょっと松本先生、1年生の子たち喧嘩してるわよ。飯田先生、さっき注意してきたので大丈夫ですよ。殴り合いの喧嘩してる感じだったけど。いやいや、それはさすがにもうないでしょ。それよりあと5分で授業ですよ。だったら来てみなさいよ。自分の目で見た方がいいでしょ。え、ちょっと飯田先生、腕がちぎれます。あんたが私のこと信用しないからでしょ。ほら、見てみなさいよ。え、何ですか？え、なんだこれ。おい、なんで女子まで倒れてるんだ。いてえな、ゴルア。宮波、お前がやったのか。ダメじゃないか。いや、違うし、ただの仲間割れだし。お前らやばいな。おい、授業始まるぞ。次、数学だろ。やばいな、もう知らない。勝手にしなさい。すみません、遅くなりました。では授業を始めます。何これ。え、どうなってんの。先生、私たちは男子たちと二度と授業は受けません。その通りです。気にしないで進めてください。また大胆なことを。家庭科みたいに潰されたくないしな。まあどうせあんたたちも授業聞いてないし。いいか、では板書することをノートに書いてください。え、ちょっと誰ですか。ちゃんと黒板消しなさいよ。ではそのまま授業を進めます。はい、ではこれを答えてください。どうせ無理だと思うけどね。トット、あんたバカなの。そのまま書いたら見えないでしょ。本当それな。ざます、マジでありえないわ。ちゃんと消せよ。あの、そのまま書くのは非常識だと思いますよ。あんたね、授業を何だと思ってるの。授業は遊びじゃないんだからね。本当その通りだよ。ちゃんと真面目に授業やれよ。生徒なめんなよ。校長に密告するざますよ。あんたたちこそ授業を何だと思ってるの。もう知りませんからね。このクラスは出来損ないが多いな。野郎ども覚えとけよ。編集立ち会うからな。ちょっと何やってるのよ。また先生怒ったじゃない。ち、またかよ。いや、でも今回は先生が悪いでしょ。そうよ、あのババアが悪いわよ。今回はババが悪いんじゃないの。はあ、あんただって
結構言ってたでしょ。人のこと言えないじゃないの。本当、そういうのいいから。何よ、私が悪いの。う、ひどい。お前、また嘘泣きかよ。何考えてるんだよ。そういうのマジでいいから。で、こんなことしてる場合じゃないでしょ。そうよ、話の論点ずれてるわよ。なんか、ごめんね。今回の件は、みんなで何とかしよう。私こそ、ごめんね。チカちゃんは悪くないよ。チカちゃん、ごめんね。言い過ぎたよ。まったく、すぐ台本にないこと言ってるんだから。じゃあ、作戦会議だ。ただいまより、佐久間率いる藤原組に対抗する桜学園1年生の戦い圧勝大作戦について話す。絶対活動おう